陸上女子やり投げパリ五輪金メダルの北口春香とフェンシング男子エペ個人で金メダルの加納孔季が28日、羽田空港の格納庫で行われた所属のジャルシンプロジェクト、ドリームマイルスパス発表会に参加した。メジャーリーグ史上初の50本塁打、50盗塁を達成したドジャースの大谷翔平投手の異業を記念した、ドリームショージェットなお広め。 大谷の3つの写真が大きく書かれた特別塗装機を前に、北口はトークショーで、かっこいい。同じスポーツ選手として憧れが大きいと感想を語った。自身がもし塗装機に起用された場合は、どういうポーズがいいかという質問については、槍を構えてるところはマスト。 さすがに寝そべっている写真が飛行機に乗るのは恥ずかしいと苦笑いで語りつつそれ以外なら喜んでいるところを使ってもらえればと話した。大谷の活躍については自分も負けたくない、さらに上を目指さない気持ちになる、と言い、来期に向けてまずはアジア記録。40センチくらい届いていない、記録は歴史に残るもの、どんどん塗り替えられたらと意気込みを語った。 可能も特別塗装機を前に、見るだけでパワーをもらえると話し大谷選手は期待以上を更新し続けている。自分も期待以上の結果を残し続けたいと決意。自身が特別塗装機に起用されるなら、勝ってマスク取っているところが期待になったらとイメージを語った。